石川秀夫は、日本の男性声優、ナレーター。兵庫県西宮市出身。青鬼プロダクション所属。総愛大学音楽学部声楽学科にてオペラを学ぶ。後に大学を辞めて声優に転校。関西から上京し、青二塾東京校第12期として入所する。青二塾の同期に、小形恵美、坂口大輔、笠原ルミ、新山志保。 山田新一らがいる。高校生の頃勉強が苦手だった石川は自分には何ができるのかと考えたとき、卒業後の進路は得意な格闘技系か音楽系に進むしかないと考えた。そこそこ歌が歌えるから声楽科にしようと、総合大学音楽学部声楽学科に進む。声楽科を目指していたわけではないが気がついたらオペラを始めていたという。オペラには 手の仕草や表情の演技も必要だったため、芝居の勉強を目的として養成所に入所。やがて芝居そのものが楽しくなってしまい、大学を辞めて演劇の道を志す。演劇以外にも、歌や喋りや DJ といった仕事にも興味があり、そのことを養成所の先生に話したところ声優が希望に合うのではないかとアドバイスをもらう。こうした経緯から声優になったきっかけは、 気がついたら声優の仕事をしていた、大学時代にやっていたオペラがきっかけと言えるのかもしれないと語っている。青二塾東京校の入賞を経て、青二プロダクションに所属。事務所に入って、最初の仕事は、企業向けビデオの顔出しでの出演である。その後、CS でのボイスオーバーのレギュラーが決まる。同時期に、CSPCM 音声放送のラジオ、ウルトラ。 マニア万歳という番組の1コーナー、目指せ。声優甲子園にレギュラー出演する。これは、ラジオパーソナリティである、神谷明が新人を鍛える企画で、石川もいろいろと指導を受けたため、声優の師匠は神谷明だとしている。尊敬している声優も、神谷の名を挙げており、OVA 版、ゲッターロボで神谷と同じ流常魔役を演じられた、ことは、 すごく感慨深いと述べている。また同じく神谷の役である北斗の剣の剣士郎も PSP 用ゲームラオウガイ伝天のハオデー演じている。UWF インターナショナルのリングアナウンサーをしていた時期があり、とある静岡の第1試合で入場コールの際スティーブ・ネルソンという選手の名前を噛んでしまい観客から失笑を買ってしまったことがある。 死去した山口県や加藤製造から持ち役の一部を引き継いでいる。音域は C2C4。資格は柔道二段。趣味は猫と遊ぶ、ウォーキング、自転車、麻雀、パチスロ。特技は声楽。方言は関西弁。太字はメインキャラクター。映画テレビドラマアニメ、人形劇テレビ CM ドラマ CD、BLCD 音楽 CD ラジオ CD。 ハット、第2次 Z 破壊編、第2次 Z 作用編、オペレーションエクステンド、第3次 Z 地獄編、第3次 Z 天国編、XOMVT30、ドラゴンボールヒーローズ、ドラゴンボールヒーローズアルティメットミッションシリーズ、スーパードラゴンボールヒーローズ、ありがとうございます。